皆さんこんにちは、いちかひかりです。はい、この度いちかひかりライブツアー2020に開催することになりました。こだまする世界というタイトルになっております。10月2日 in 名古屋今池グロー、10月9日 in 仙台誰も知らない劇場、10月16日 in 大阪フラッシュインホールビレモアで開催予定ですので、ぜひ皆さんお越しいただけたら嬉しいです。詳しくは私の、ホームページの方にもオフィシャルサイトの方にも、ね、載ってますので、チェックしていただければと思います。待ってます。最後は東京です。神田宮寺ホールです。よろしくお願いします。次の曲に移っていこうかなと思うんですけれども、ちょっとアンケート取ろうかなと思います。アップテンポなガンガンな曲がいいか、バラード系がいいか、どっちがいいかちょっと教えてください。はい、アップテンポがいい人。バラードがいいの？そんな？バラードがいい人一応聞いとこう。そんな？またじゃあバラード歌うよ。それは歌しかないね。なんだっけな、ちょっと待ってね。今日ね、こっちにたあれを、セトリを入れてて。あ、OK。バラードかな、これ。バラードなのかな。右上っぽいけど。この間私、皆さんに全く何も言わずに、友達のね、ライブでゲストとしてポンってスペシャルゲストみたいな感じで持ち上げてくれたんですけども、そんな大したもんじゃなくてポンって出てきたんですよ。その時にデュエットでね歌った曲があって、で私これ歌ったことなかったんで、このために練習したんですけど、ちょっとせっかくなんで聴いていただこうかなと思います。デュエットなんで本当は一人で歌う曲じゃないんだけど、よかったら聴いてください。四角探偵なんとか旅人、あ違うな、ドラマの主題歌になってたっぽいですね。この闇を照らす光のようにという曲を歌っていきたいと思います。吐きつく本当に強く消えない、どこまでも暗い、息をするのさえももう苦しくて、掴みたい掴んでない、差し伸べられた手を誰も信じられず振り払ってしまう。目に束縛されしないから信じられなくなる、言える言えない心は何色を深く覗き込むほど滲んでしまう、苛立ちと憎しみが心を簡単に僕は壊れてく。
黒くなりたいならいっそすべてを闇で隠して不安や諦めて断ち切ってしまった世界自分の居場所を見失ってしまうそして今傷ついた差し伸べられた手を受け止めるこの意味優しさとは嘘ということ誰かのぬくもりでこぼれ落ちた雫がまた誰かの闇を照らせたならこの目を閉ざしても感じる確かな光焼き付く誇り強く初めて人生で2回目ですあのライブ含めたらねなんで今日皆さんその2回目を聞いたということになりますのでちょっと忘れないでくださいはいということでこのままもう1曲いきますあのね歌っていきますはいミーサさん愛の形聴いてくださいあのねいつの間にか気づいたんだ愛にもし形があってそれがすでに私の胸にはまってたならきっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびにその形はもうあなたじゃなきゃきっと隙間を作ってしまうねあのね大好きだよあなたの心の中で広がってくたり愛が溢れ涙こぼれるんだこちらごめんこれからたくさんの泣き笑いを知るたびに増えてゆくのを途切れたとこへこんだとこ二人になってく時にぶつかりすり減ってそしてまた埋め果てればいい大好きなあなたがそばにいない時にほら胸が痛くなってあなた
皆さん、暑くない？大丈夫そう？私はちょっと歌ってるせいかすごい暑くなってきたんで、皆さんお水取りながらね、聞いていただければと思いますよ。弱音、弱音 , 笑うなって、笑わないでって。いや、きっと聞きたいと思ってくれているであろうなので歌います。月見さん、涙に
私もとっても大好きな曲で、この曲がきっかけでもしかしたらね、知ってくださった方もいると思うんですけど、それで知ったよって人どのぐらいいますか？あ、チラホラヘラホラヘラホラってね。ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひね、そこで知った方も、今日知ってくれた方も、昔から知ってる方も、これからもね、一緒に、音楽でね、なんだろう、いろいろ共有していけたらと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。ですね、実はあれ、ここの隣って仙台、宮城隣ですか？微妙、斜め下。まあ、ちょっと近くの宮城、宮城の仙台でね、再来週、違う、来週14日に、100万回のアイラビューって知ってますか？のを歌ってるレイクさんっていう方と一緒にね、レイクさんの主催ライブ、初めての主催ライブらしいんですけれども、そちらに、ね、出させていただいて、ツーマンライブのような形で一緒にね、いろいろこうやらせていただくので、もしね、お近くじゃないかもしれないですけれども、ちょっと行けばね、宮城なんで、もしよければいらしていただいて、あと10月にもね、ツアーで仙台の方には来るので、10月9日に、仙台宮城、同じところなんですよ、たまたま、そのレイクさんとやるライブのところがね、来るので、もしよければぜひそちらもお越しいただければと思います。ではそんな、ありがとうございます、そんなレイクさんのね、あの曲を歌いましょうか。皆さんよければぜひね、一緒に乗ってくださったら嬉しいです。では聴いてください、100万回の I love you。 愛したの言葉じゃ足りないくらいに君が好き、愛したの言葉を気にしてるのは一つだけ、君は笑ってますか、それともちょっと微分、きっとみんな抱いてるそれぞれの特別を、僕にとって泣きでもなくそれは君だから、改札の向こう側、人を目に消えてゆく後ろ姿、目を埋めた離れたさって、他には何もいらない、本気でそう言えるほど、僕の中にはいつだって君がよかったら、ここからぜひね、ラーラーっていうところがあるので、ね、語ってあげていただくか、撮ってる方は首だけでもなく一緒に揺れていただけたらと思います。いきます、 3,2,1,GO! ラー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 、次ラー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 、ナイス、ヘイ、ラー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 、ありがとう、ラー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 、ありがとう。骨ほど時が経たって、
100万回でバンと上げたところですが、もう一回聞きます。バラードと爆上げ曲どっちがいいですか？はい、バラードがいい人、はい、爆上げがいい人。お、爆上げが追い返したよ今回は。じゃあ爆上げに行きましょう。皆さん私の心しっかり読んでくれてありがとうございます。ではちょっと爆上げ 曲を一曲歌いましょうね。上げますよ、上げる曲です。私あの尊敬してるアーティストさんが女性だと3人だね。あの海外の人もいたら3人いるんですけど、西野カナちゃんと浜崎あゆみさんとあとあの彩香さんが好きなんですね。なんで西野カナちゃんは急になんかキャラ変みたいになっちゃうから、あの浜崎あゆみさんの曲をね歌おうかなと思いまして、浜崎あゆみさんのねブルーバードっていう曲を今日はバッファーで歌っていこうかななんて思っております。はい、ということで毎度のことながら浜崎あゆみさんは曲数が多いので、あの検索するのにものすごく時間がかかるということで、ね、ここは私の MC タイムでございます。改めまして、千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。今日はね関東からやってまいりましてですね、歌っているんですけれども、山形初上陸でしてめちゃめちゃ楽しみにしておりましたので、今日も晴れてくれてめちゃめちゃ嬉しいです。こういう時ね出てくるんですね。なんだろう。しかもねこういう時に限ってね、前回浜崎あゆみさんのクラシックバージョンを探してたんですよ。こういう時に限って一番上に出てきてるのね。気にじゃないのよ。あのちょっとちょこちょこね、あの変な話も含めながらの私ということで、あのまあねなんか慣れ親しんだ感じでこう接していただければと思います。出てきました。言いましょうか。では夏の名曲ですね、浜崎あゆみさんのブルーバード、そしてこの後最後に1曲オリジナル曲を歌って終わりになります。今日は本当に皆さんありがとうございます。ぜひ最後まで楽しんで聴いていってください。よろしくお願いします。
残しておいてください。もしかしたらね、母親になるからかもしれませんよということで、頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。外に守ったこの背の翼、飛び立つ季節はまで青い空は共に行こうや、白い姿を見下ろしながら、美しい話はいらない、君が笑ってくれ、オリジナル曲を聴いていただければと思います。私の大好きな曲です。最近は結構この曲で見しめることも多くて、皆さん聴き慣れてきていただければと思うんですけれども、トワニという曲、最後聴いてください。今月のね、終わりにこの曲のモデルになった私の親友のね、結婚式に行ったんですけど、その二人を思って書いた曲なんですが、多分ね、歌ってる時泣いちゃうんじゃないかなと思うぐらい、めちゃくちゃなんか思いが歌うごとにこう深まってきてるので、皆さんにそんなね、私の心の中の思いまで歌に乗せて届けられるように、これからも音楽を通して活動していこうと思いますので、ぜひ今日ね、してくださった皆さんは少しでも頭の片隅でもいいので覚えていていただければなと思います。今日本当にありがとうございます。君の前そのまま寝て、好きなドラマを見てる君、ちょっとシャレた花を片手に、今日は君の元にたどり着いた、僕の姿に気づき、可愛い笑顔で僕の方を向いて優しくつぶやいた、おかえりなさって、あいつがした約束が僕らをぐっとそばに近づけるのかな、2500万分の1の不思議、それはたまにはぶつかるけど、またそれはそれで大切だよね、何気なく見上げた昼空、綺麗
の壁もある。そしていつかは世界に進出できるようなそんなアーティストを目指して必ず2年以内にメジャーデビューしてみせますので、皆さん待っててください。今日本当にありがとうございました。内川くりでした。してきましたので、これにて終了となりますが、もしよければね、最後ね、記念撮影を記念撮影をいつもしてまして、映っていいよって方は映っていただいてね、終わりにしたいと思いますので、こっち向きにしようかな、ね、なんか明るさ的にこっちの方が良さそうなので、こっち向きに行くので、私がこうやってこういう感じで行きますので、よかったらぜひこの辺に集結してください。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、シンガーソングライターの市川ひかりです。この度10月30日日曜日に神田明神ホールさんの方で300人規模のワンマンライブを開催することになりました。配信も含めて、総動員ですね、500でやろうと思ってますので、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただいて一緒に楽しみましょう。タイトルは響きとなっているので、私の音楽の響きを当日は一緒に楽しんでもらえればなと思います。それではお待ちしてます。バイバーイ。